はい、皆さんこんにちは。 DDT プロレスの正隆之です。俺は SPW のチャンピオンです。そしてこの SPW のタイトルになんだ、シーマ選手が挑戦を表明したらしく、その VTR を見せてもらったんだけども、残念ながら俺は英語がわかんねえんだよ。彼がな、 I am SEMAI am Seema because I am Seema って言ってるところしか分かんなかったけどな、まあ大体な、あいつの言ってることが分かんなかったとしても考えてることはお見通しなんだよ。まあ表面 VTR っていうぐらいだから、このベルトは欲しい、そして正隆之になったらどうせ勝てるだろうと思ってるんだろ。でもな、事実俺と Seema 圧倒的な差がある。取られる可能性は高すぎる。けどな、よくよく考えてみたら、さすがの世界の Seema だってもう今年39歳の大ベテランだろ。39歳の大ベテランって言ったら、そうだ、あの選手と同じじゃねえか。My name is Sakura. I'm tired.ということでな、こんな疲れたベテランにだったらな、さすがの俺でも勝てるだろうっていうことでな、おい、シーマ、あいつの表でな、挑戦を俺が受けてやるよ。楽しみにしとけ。以上。